次に目が覚めた時、お前は出かけるの？だったらラリサも行く。ここどこ？思い出せないけど、多分初めてじゃないよ。誰かのためにお祈りに来たの？うるさいわね。寝不足なの。あんたと違って忙しいんだから。みなぎ、迷子になっちゃうよ。この人たちは、みなぎの大切な人たちだったの？
朝礼の5分前には出社しろと言ってあるはずだぞ。何やってるの？少しは時間を計算して行動しなさいよ。先輩だとは思ってないですから。油売ってないでデスクについて仕事しなさいよ。やることいくらでもあるんだから。ええ、楽しみにしてますわ、みなぎ先輩。それ勝負にもならないじゃない。同じ課の後輩として情けなくなるから、もう少し真面目に仕事して。そうだ、目の覚めるツボをしてあげるわ。言ってないでよ。冗談、そんな暇じゃないわ。あんたは特に面倒見ないといけない気分になるのよね、問題児だし。その警報、住居への侵入者か？仕事は中断でいい。見てきなさい。警報が誤作動でなければすぐさま連絡するように。
フード邪魔なのよ。そこの前、少しはできるよね。私のライバルに認定してあげるわ。今日のところは勝負は預けておくわね。でも心臓はもらっていくわよ。よくぞ無事で戻ってきました。褒めて褒めて。いい子ですよ、ブルー。け、まどろっこしい。とっととプロトタイプの本性を解放しちまえばいいじゃねえか。制御不能になって暴走されては元も子もないのですよ。さあブルー、目的のものは手に入りましたか？狼の心臓は。褒めて褒めて。これは。落ちこぼれだぜこいつは。いいえ、初めての任務にしては上出来ですよ。これは芸か。様子はどうだ。ジジイ、あんた誰なの？ジジイ。控えなさい、ゲイカの前ですよ。すべてはつつがなく。そうか、我らの立つ日はいよいよ近い。心しておくがよい。心得ております。
したの、シェンシア。廊下で大声を。あら？まさか、こんな場所でね。どうする、カスミン。北条さん、こちらでお茶でもいかが？もちろんですわ。そちらのお嬢さんこそお紅茶はお嫌いじゃないですわよね。ええ、お砂糖を一杯入れれば苦くても我慢できるわ。ラリサちゃん、ラリサちゃん、この子の顔を見て何か思ったりすることはあるかしら。特にはメイドさんなんだね。ええ、そうよ。じゃあ、私の名前はわかるかしら。ヒントもなくちゃ。そう、ごめんね、ラリサちゃん。こちらいらっしゃい。